ボルダリングは上半身の柔軟性が大切です。こんにちは、矢谷谷純です。今回はボルダリングですごく大事な上半身の柔軟性を上げていくためのストレッチをご紹介していきます。どういう体勢を作るかというと、まあ、四つん這いからスタートして、四つん這いから手を、両手を前に伸ばしていきます。 そのまま鎖骨を床に近づけるようにして滑り台を作るようなお尻から指先まで滑り台を作るような体勢ですそこからですね両手両膝しっかりと床につけた状態で左右に肩をスライド、まあ、移動させていきます高さは変わらないようにそのまま左右に重心移動していきましょう 呼吸を止めないようにしながら、ご自分でですね、楽なリズムで結構ですから、この重心移動を続けてください。はい、上半身。特にね、この脇の下を柔らかくするストレッチになるんですけれども、これを行うことによって、単純に、このボルダリングで、ホールドの移動ですね、手の届く範囲が遠くに持っていけるってことなんですね。ですから、 硬いよりかは柔らかい方がいいわけですよ。ですので、えー、こんなにね、スペースも取りませんので、えー、気軽にできるストレッチですから、ぜひね、家であなたもトライしてみてください。